サウスバイサウスウエストは毎年3月にアメリカ合衆国テキサス州オースティンで行われる音楽祭、映画祭、インタラクティブフェスティバルなどを組み合わせた大規模イベント。一般的な音楽フェスティバルと異なり、業界人向けの見本市という側面も持つイベントである。1987年に音楽祭として始まり、毎年規模を拡大している。主催は SXSW 社。 2013年 SXSW 回帰中のオースティン市街地6丁目の様子 SXSW ミュージックは2014年には2000以上の演奏が行われた世界最大規模の音楽祭である参加登録者は1987年の700名から現在は5万名以上に拡大近年日本からは東京スカパラダイスオーケストラヨシキパフューム 水曜日のカンパネラ、神のミカ、チャイ、アレクサンドロス、東京カオティックなども参加。SXSW フィルムは幅広い層の映画制作者を集めている。業界のリーダーや監督などの基調講演、パネルディスカッション、ワークショップ、セミナーなどが行われている。様々な作品の上映や評価が行われる。 2015年には候補7361作品から選ばれた150作品が上映された。SXSW インタラクティブはもともとインターネット関連の新技術企業の祭典であったが、現在は新しい事業アイデアや創造的な技術を持つ新興企業のイベントとなっている。展示会、講演会、パーティー、新興企業コンテストなどが開催されている。 2016年以前も存在していたが、2017年から、ミュージック、フィルム、インタラクティブに並ぶフェスティバルとしてスタート。2014年から、その年の卓越した、ビデオゲームにおける業績に対し、SXSW ゲーム賞が授与される。ありがとうございます。